兄上もまだまだ甘い。兄上がその気になればこんな茶番すぐに終わらせられただろうに。まあいい、あの程度であれば所詮私の敵ではない。その甘さが遠からずその身を滅ぼすだろう。そう思わないか？そうでしょうか。正親様もアリサ様も大変ご立派だったと思いますが。綾乃。はい。分かってない、分かってないよ。不敵に余裕たっぷりに、何だったら目元に影も加えて、無駄に上から目線で評価を下す。これは強キャラ感を演出する重大な要素なんだよ。申し訳ございません、私の勉強不足でした。まったく、しっかりしてよ。何のためにクソ熱い音響照明を引き受けたと思ってるのさ。僭越ながら一つよろしいでしょうか。何？その強キャラ演出というのは最終的に負ける側の人間がやるものではないでしょうか。あと先ほども申し上げましたが、調香室は飲食厳禁です。綾乃、片付けよっか。かしこまりました。